いじゃあ僕くんゲームでございます。今回もねウルアプリ動画の方をやっていきましょうということで、今回ですね月曜日新ガチャの方来ました。レジェンドボックスですね、左がジーコメイン、そして右がねロベルト・カルロスメインといったところで、今回はですねこっち側ロベカルの方をね引いていきたいと思います。まあねここにいるレジェンド選手ね誰一人持ってないんでね、一応ジーコ選手は持ってるんで今回はこっち引いてね、まあワンチャンロベカル、サネッティ、サムエルね当てていけたらと思います。一応ね5000コイン用意してきましたということで、対象選手ですね、まあ、メインはやっぱりロベルト・カルロスね。一応もう一個の方のねなんかサブアカウントの方ではね前当てたんですけど、タブレットの方ただね本枠のこちらの方では当ててないんでね当てていきたい。あとはサネッティですね、万能型サイドバック、はい、まあ、この選手もいますからね、ポジションめっちゃできるからね。あとはサムエルがいたりで、普通の通常の選手で言うと、ディバラだったりね、イケメンの、あとはカゼミロ、2019黒玉昇格、クラッシャーカゼミロに、有能ファビーニョ、ジェズス。ジェズスも2019強いからね。まあ、この状態、上限解放2018しておけば、レベル1にもなりますからね。まあ、とにかくですね、このガチャ、引いていきたいと思います。あとはグスタボとかもいる、アリソンとかもいますしね。はい、といった感じでね、今回引いていこうかな。よし、うわ、元祖、懐かしい元祖。さあ、まあ、今回狙い目としてやっぱロベカル、サネッティ、サムエルあたりかな。一応ファビーノ、ジェズスとかね、グスタブは上限解放できてるんでね、早速行きたいと思います。いや、ロベカルはね、マジでちょっと惜しい。今までね、ロベカルのガチャとか来てたんだけど、当てることできなかったからね。さあ、一発目は金でござるよ。金でござるよ。ビリアン・ジョゼですね。優しい感じの雰囲気を醸し出してるジョゼさんが来ました。まあ、しょっぱな金はでかいですね。これね、銀出さずにね、黒金でいけたらいいかな。それは狙い目ですね。銀出さずに黒金で、まあ、黒玉6人なんでね。だからまあ、6人中2人がですね、ロベカル&サネッティになってるわけですから、そこ、おお、すごい金が2連できましたよ。あ、ドゥドゥだ、これ、ドゥドゥ。ドゥドゥいいっすね、ドゥドゥ。バルメイラスということでね、 PS4 の方ではドゥドゥ FP とか来てたけどね。まあ、スピシュンがあってですね、コンワン7ウィングストライカー系ですね。名前がいいですね、ドゥドゥ。めちゃくちゃ言いやすいもん。まあ、だから何コイン目ぐらいで来るかなっていう、まあ、残り選手数がね一応全部で60なんで、まあ、そう簡単には来ないと思うけど、まあ、金だったらサムエルとかの可能性もあるからね。ダリオ・ベネデット、ベネデットの能力がいかず、身長175センチ、センターフォワード、はい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 、あーまあ黄色で80ぐらいかな、大体が70前半のもあるけど、ラインブレーカー根下持ち、哺乳の選手ですね。いや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 、これ何回ぐらいで来るかな。本当にね、あのこのコイン内では出したい、できればできればゼロ。いやー、ずれねえか、ずれねえか。おお、マルセロ・ディアス、すごい。これ、何歳の人だろう、マルセロ・ディアス。31歳か。銀の髪の毛銀色だよね。うんうんうん。いやー、ちょっと黒がねまだ出ないですね、やっぱなかなか簡単じゃないな。でも4000個になってますからね、いつの間にやら。確かに黒6で金残り26、銀24って結構、わし、かっこいい、ラベカルサネッティ、どっちか、お願いします。おー、マルセロか、まあ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 、まあ、マルセロ、俺、上限解放、多分、できてなかったと思うんで、オッケー。いやー、惜しかったね。まあ、ブラジルのサイドバックということでね、左サイドバック、ロベカルと同じポジション。まあ、マルセロですね。2019、ドリブル能力とも高いからね。さあ、まず1人目黒来ましたね。さあ、この調子でちょっとロベカル&サネッティを狙っていきたい。ロベカル、サネエティ、ずれてもいいんだぜ。フェリピ。フェリピも PS4、FP 来てたな。まあ、バランスは取れてますね。スピシンはちょっと遅いけども。プレサイトがなしか。いやー、出したかったね、ロベカル一発目の黒で。そう考えると
これ全部引くってなるとね、だいぶコインお金の方がね、もうすげえ、もう銀がほぼほぼ出ないぞ。これ銀がなかなか出ない感じになってるよ。ルーカスビリア、いいね。やっぱ願えばね、あの銀選手をそんなに出さずに黒金でいけるっていう感じか。以前スキル豊富ルーカスビリア、ただ狙い目はね、狙い目はあそこなんでね、狙い目は皆さんご存知のロベカル&サネッティなんで。いやー、まあ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 、サムエルの可能性もあるでござんじゃない。ロドリゴ・デ・パウル、ウディネーゼ、もうポジションは結構いろんなとこできますね。できますね。お、バランス取れてますね。スピシュンあって、ドリブル能力も結構あるか。チェイシングいいね、チェイシング。なんか個人的にチェイシングっていうスキルついてる選手見るとね、非常に有能じゃないかって思っちゃうんですね。チェイシングめっちゃ強くないですか、なんか。お、金は来る。金がとんでもない状態いきますね。バネガー、バネガー。アルゼンチンでね、ワールドカップであのメッシにアシストしたやつ覚えてるよ。多分バネガだったよね、あれ。間違ってたら申し訳ないけど。バネガですね。年齢29歳。いやー、残り51選手か。まあ、金がだいぶ出たんでね。そう、ここら辺でちょいと黒引きたいとこではあるでござんすけど、ござんすけど、すげえ。すげえよ、もう。サルビオ、足早系男子ですね、サルビオ。ベンフィカ。そうですね。で、この選手、そう、ワンタッチパス持ってるんだよね。それもでかいよね。サイドの選手でワンツーやりやすいですから。精度高めで。精度高めだけど、ここのパッケージの選手がまだ出てこないよ。パッケージの選手が出てこないよ。マリアノ。右サイドバック。長友さんのお友達のガラタサライ。前もマリアーナ当たった時、長友さんのお友達で行った気がする。てかもうコインが半分を切ってますね。いつの間にやら。いつの間にやら切ってますね。いやー、今回一応ね、まあ、出ればね、即終了という感じ。3選手がね。ただ、おー、なんかアザールに似てる。アザールに見え、誰、アザールと誰かを混ぜた感じの。フォア三枚だな。めちゃくちゃアザールについて一瞬ビビった。ほう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 。CB マンマーク持ちですか。いやー、ただめちゃくちゃ言うのっていう感じではないね。さあ、まあ、単発で出せればね、一番いいんだけどね。単発?あー、ダメか。じゃあで、こっから銀の流れ来る?ワンチャン。ガブリュー・パウリスタ。バレンシア。こっから銀の流れくれ。なんで今回まあ11回ガチャ引いて即試合っていうやつはね、ないですね。とりあえずロベカル&サネッティを狙っていく感じでいくんで。まあだからここの5000コイン内でどっちか1人は出したいよね。どっちか1人は出したいけど、これ最後まで黒玉残るってパターンもあるからな。お、マルキーニョス来ました。マルキーニョス。有能金 CB ね。スピードありますからね。2019ね、スピーシュンちょっと下がっちゃうんだっけな。まあ、それでもね、あの FP マルキーニョスとかね、自分2019持ってるんですけど、めっちゃ強いです。アプリにもね、登場すると思うんでね。多分どのタイミングかで活躍すれば。いやー、黒来ないね。金は来る。非常にありがたき幸せき、ヨーナス。もはやこの選手黒玉ですからね、ほぼほぼ。ポジション変えれば黒玉になる選手っていうね、なかなか珍しいパターンの。ヨナス!ジョイナスって思いですね。ジョイナス。さあ、ということで、まあ、残りね、5回ぐらいかな。出ないね、黒。マルセロ以来出ていない。ズロ!ズレロ!うわぁ!タグリアフィク来たー。タグリアフィクは2019能力上がりますからね。スピーシュンがあって、ジャンプスタミナも高い系、キャプテンシー持っていると。さあ、残り4回になってしまった。早いね、コインが消えるの。4000円分がもう飛んでっちゃいましたね。早いな、ちょっと。そして、ロベカル・サネッティが出てこないという。
ちょっと待ってくれよ。このままだとやばい。やばい、ちょっと待って。やばいぞ。やばい。お、ジョルジー来た。この選手はいいですね。2019、有能なんでね。有能金選手になります。いや、いいね。まあ、18でも結構強いけどね。オッケー、ジョルジー、あざっす。さあ、ちょっと待ってくれ、ただ。残り3回で引けるか、これ。どっちか1人は引きたいよ、俺。やっぱ個数的に厳しいのがある。うわ、マジか。マジか、ちょっと、マジか。イグナシオ・フェルナンデス。いやー、ちょっと待ってくれ、マジで。ちょっと待ってくれ、マジで5000コインでどっちか1人出せないのは痛いって。まあ、どうなんだろうね、個数的に厳しい。黒が出ないか、これちょっと本当に頼む、マジで頼む。頼むぜ、マジで。うわー、やばい。やばい、これ。これ、おアランですね。ただ2019ちょっと能力下がっちゃうんだよね。18のアプリめっちゃ強いですからね、アラン。銀トップクラスじゃないかな。はい、といったところで、やべえ、ラストじゃん、これ。また早くないか。早いし、出ないパターンある、これ。いやー、まあ、黒が出てないからね、そもそもあんまり。個数的に少ないっていうのはあるけど。来い、うわー、マジか。いやー、マジかー。おためにー。おー、ためにいやー、悔しいな、これ。ロベカルサネッティちょっと出したいけど、これはね、もう引きますよ。出るまで。はい、今回はちょっと終わるんですけど、ちょっとね、また別の動画でね、引いていきたいと思います。いやー、出なかったね。一応20回分かな、引いて。出なかったですね。ロベカル&サネッティ・サムエル。まあ、ここね。また狙って引いていきたいと思います。ちょっと悲しいですけどね、また切り替えてやっていきます。ということで皆さん、今回ですね、ご視聴いただきありがとうございました。まずですね、回していこうと思います。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。